り急ぎすぎないようにね。景色を見ながらゆっくり行こう。なんてことを言うんだ、リュウシャ。あんなに素晴らしい宝の数々に。そうだよ、リュウシャちゃん、キャプテンに失礼だよ。もう、何なんですか。はいはい、すみませんでした。別に構わん。確かに貴様の言う通り、ここにはもう。キャプテン。いや、気にするな。それより、よくぞ三つの宝物を手に入れたな。貴様たちには我が最後にして最高の秘宝を手にする資格があるやもしれん。最後にして最高の秘宝。キャー、キャプテン最高。で、それってどんなお宝なんですか。そうせくな。秘宝は最深部の宝箱に収めてある。行くぞ貴様たち。我が秘宝、目に焼き付けるがよい。やるべきことは、ひらめいた。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。とっておきだ。ついたぞ。あの中に我が秘宝が眠っている。さあ、開けてみるがよい。はい。じゃあスーちゃん一緒に、せーの。来ない。
ッカッカッ、そういえばそうだったな。だが心配するな、鍵ならここに。どうしようじゃないですよ。宝箱を思いっきりぶっ壊してみますか。個人的にはそれでもいいんだけど、中身が無事じゃ済まないような。ねえねえ、鍵が壊れちゃってるなら直せばいいだけじゃないの。私たち錬金術師であって鍛冶師じゃないんですよ。いやいや、錬金術で直すんだよ。大丈夫大丈夫、昔私もやったことあるし。わかりました、お母さんとの約束。その後、悩むより前に行動すべしだよね。私たちを信じて鍵を預けてもらえませんか。頼もしい子分たちよ、昔を思い出す。よかろう、貴様たちにこの鍵を委ねようではないか。この宝箱の中身は俺様にとっても大切なもの。頼んだぞ、貴様たち。我ながらいい考え。いらっしゃいませ、今日はどんなご用ですか。この依頼報告しちゃおうか。こちらは報酬です。
わりました。補充完了です。よし、作れるものが増えた気がする。Thank you.